渋谷駅に来ています。これから何をするかというと、ピーチ航空が発売している旅くじというガチャガチャがあるんですけど、これはどういったものかというと、1回5000円というなかなか高額なガチャガチャなんですが、中を開けると目的地が書かれた用紙と、その目的地への航空券に使える6000円分のポイントが入っていると思うので、大変話題になったので、ちょっと私もやりに来てみました。ここ渋谷パルコの6階にガチャガチャが設置されています。一時はすごい行列だったみたいですけど、今はね、話題も落ち着いて並んでる人はいませんでした。PayPay 払いで5000円を支払うと、ガチャのボタンが押せるようになります。まずはね、やってみましょう。ガチャを引きましたので、ちょっと家に帰ってね、この後どうするか説明します。さあ、では家に帰ってきました。で、こう手元にこのね、渋谷で引いたガチャガチャがあるんですけど、これセロテープでね、止められてるんですね。まだ未開封です。で、これをすぐ開けるかっていうと、すぐ開けずに事前にどういった、ね、目的地があるかって確認した上で、それで開けた方が楽しみがあると思うんで、まずこの渋谷で引いたくじは成田からの航空機に使えるんですけど、成田からどこ行きが出てるか見ていきましょう。で、これくじを引いて、本当は直近のもう今日とか明日とかの飛行機に使おうかと思ったんですけど、やっぱりね、LCC って当日とか前日だとものすごい高くなって、6000円って全然収まらないので、代わりに今日の夜からセールでね、多分うまくいけば往復6000円取れるんじゃないかな、始まるということなので、空港の一覧を確認して、で、ガチャを開けて、夜セールで航空券を取って、で、実際に使うっていう、そういう流れな動画にしようと思います。では、ピーチのサイトを開いてみました。これで路線をどんなのがあるか見てみようと思うんですけど、成田から、まず関空ですね。関空はね、多分ね、かなり出にくいんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、本数が多いし、何もしなくても乗る人が多いから、明日平日木曜日の運行本数は、ただ少ないですね。減便されまくってますね。朝か夜の2本だけ。このシンプルピーチっていう安い運賃が、前日になると消えちゃうみたいなんですよね。なのでね、なるべく LCC って安くなるもんだと思うんで、直前に予約するよりかは、結構ね、先のものを予約した方がいいですよね。バンバン行きましょう。次が、じゃあ、女満別。女満別は、明日1日1本か。ただ、こういう、もともと本数が少ないような、利用者が少なそうなところの方がくじで引く可能性は高いんじゃないかなと思います。で、釧路がありますね。これも、曜日によって運行するやつで、これも1日1本ですね、特定の日のみ。新千歳なんかは本数が結構多いと思うんで、明日11日だと多いですね。やっぱこの何もない木曜日でも1、2、3、4、5本出てます。次が福岡。福岡も本数が多いですよね、多分。1、2、3、4本ですか。で、続いて大分ですね。大分。やっぱ直前で買うと11,590円とかいくのか。で、これを1日1本のみ。で、長崎。長崎行きもあるんですね。これも明日乗ると8,190円。朝9時、1日1本。宮崎。宮崎空港も1日1本ですね。そして鹿児島。これは選択肢としてはあるんですけど、確かこれが休止となってしまったので、鹿児島行きは9時にも入ってないはずです。で、奄美。これはもともとバニラエアだった路線ですよね。これも1日1本ですね。直近の値段は 12,110 円。なかなかしますね。で、那覇。那覇は、やっぱり那覇は本数、まあ多いですね。平日でも3本。そして最後に、石垣。石垣も直前に買うと 11,390 円。意外と1日2本はあるんですね。石垣島なんかは行ったことないんで、もう出たら、もう空港に着いた時点からね、もう初訪問なんで。これよく見ると多分、石垣以外は全部空港を利用したことあるところですよね。11択の中からどれが出るかってことで、じゃあ早速開けていきましょう。さあ、ではね、このカプセルを引いてきたのは昼ですけど、ちょっとここのシーンの手前までずっと動画を作ったりしてたら、もうね、夜になっちゃいましたね。もうあと30分ぐらいでセールが始まるんで、もうここで開封していきましょう。じゃあ早速このセロテープを剥がして、このね、テープを剥がす時間がじれったいというか、すぐ開かないのがね、もどかしいですね。これで開くかな。個人的にはそう、関空は絶対出ないような気がして、どうだろう、どこが出るか予想しますか。石垣は行ったことはないけど、航空券の値段が高そうだから、どうだろうな。那覇ぐらいがちょうどいいですかね。那覇。第1希望那覇。あとは、第1希望那覇、第2希望、そうですね、新千歳とか北海道もね、行きたいところですけど。さあ、どうだ。まあ、開いたけど、見ないようにしますよ。見ないようにして。まず、この、缶バッジが入ってるんですね。こう、缶バッジ。そう、これが手に入れて、で、どうだ、カメラの方に進みますね。どうだ、こう、書いてあるか？あ、書いてありますね、これ。あ、大分ですね。これ、大分空港。あ、この空港ウォーク最終回と言われる大分空港。これは毎日運航じゃなくて、特定の曜日の運航でしたっけ？あんまり大分周辺もそうだ。あんまり散策したこともないし、廃線跡とかもあるし、そうですね。なかなか程よいところを引きましたんで。あと、大分だったら多分安い航空券も取りやすいんじゃないかな。それも踏まえて、じゃあ間もなくセールの時間なので、このピーチのポイントが、ありますね。この、ピーチのポイントへの交換コード、パスワードっていうのが入ってるんで、これを、ピーチのサイトに多分打ち込んで、で、使えると思うので、まあ、そこからやっていきましょう。では、ピーチのサイトに入りましたので、で、アカウントを登録する必要があるんで、登録してログインして、ピーチポイントに交換その他、ここを押して、これでいけますね。交換コードを入力。交換しますか？交換する。交換完了しました。いきましたね。これで6000ポイントをこの先ほど引いた大分空港のチケットに使えるはずなので、で、間もなくね、もうあと10分後ぐらいにセールが始まるんですけど、セールでこの6000円で賄える金額で、最も近い日程で往復を取るっていうチャレンジをしようと思うんですけど、多分ね、あと窓側座席指定したいんで、座席指定料金はちょっとその分飛び出ても自分で自腹で払いますけど、さあどうだろう、取れるかな。このピーチの旅くじのサイトに書いてあるんですけど、で、購入時期により運賃は変動するので、セールなどお得なタイミングに上手にお買い求めくださいって案内があるんで、今回使うのがこのセールなんですけど、デラックスセール1590円から3、2、1、0。さあ、これでセールの終了日時まで切り替わるんですね。はいはいはい。東京から大分、片道2690からだから、これが取れたとしても、あれですね、座席指定代を含むと多分飛び出ちゃうか。まあ。じゃあ、今すぐ予約、どうだ？この最安値がどんくらいあるかですよね。いい時期のはやっぱすぐ埋まっちゃうもんなのかな。12月、やっぱり平日だとそうです、最安値が出ますね。で11月もあるけど、11月は3690が最安値。で12月で、12月2、3、最速でね、行きたいですもんね。成田14時45。これは残り1席。そう、このシンプルピーチ、いいですね。で、帰りが、翌日3日ありますね。じゃあ、これでいきましょう。帰り3日2890。結果として合計9260円になりましたね。で、ピーチポイントを6000円分充当してなりますけど、5000円で6000円分のポイントを手に入れたので、8260円。その内訳はちょっとわかりやすく書いておきましょう。支払いましょう。これ多分支払わないと予約が確定しないでしょうか。では、これで9260円。うち、6000円はポイントということで、これで予約しますので、あとは実際に使っていこうかなと思います。これで大分に行ってみて、実際ちょっと私の行きたいところをいくつか紹介して、それでこの動画終わろうかなと思います。じゃあ予約完了しましたということでね、これで実際に乗っていきましょう。さあ、ではついにピーチに登場する当日ですね、総武線乗車して成田空港までやってきました。一応ね、この旅くじのカプセルと中身持ってきましたよ。で、乗るのがピーチの14時45分発の大分行きなので1時間後ですね。チェックインが確か30分前だと思うんで、まだ時間に余裕があります。で、ただ一つ注意事項があって、ピーチってね、こう成田空港第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルってあるんですけど、ちょっと前まで第3ターミナルを使ってたんですけど、今は第1ターミナルなんで、これを間違えるとね、すごい大変なことになります。とりあえずチェックインしていきましょう。では、無事にチェックインを完了しました。こういう風にレシートタイプの航空券が出てきて、一応ね、この旅くじのガチャガチャと、このくじですね、大分空港行き14時45分です。第1ターミナルはバスで搭乗口に案内するタイプですね。まもなく搭乗です。ではこちらがピーチの飛行機です。窓側の席を取ったので景色もよく見えるでしょう。で機内に入ってみたんですけど、この座席がいつも見慣れたピーチの座席とわずかに違いがあるんですけど、気づきましたでしょうか。これがね、調べてみたらプレリクライニングシートっていう、もともとちょっと傾いていて、シートベルトの色も違うんですけど、あとね、一番メリットだと思ったのは、座席の背面のところがちゃんと硬いプラスチックになってるんですね。今までは座席の背もたれのところにペットボトルとかをこう入れたりすると、後ろから攻撃を受けてたんですけど、これがなくなったので、こう気兼ねなくね、背面のポケットを利用できるようになったね、これが大変ありがたいですね。では、少々ね、空港の混雑で10分少々遅れましたが、特に問題なく成田空港を出発です。でこのね、東京付近の景色はね、自分もよくわかるんで見てて楽しいですよね。ここは東京の本当に中心部で、東京タワーが赤いのがよく見えますね。でその際、ここは新横浜付近かな。日産スタジアムがすごい屋根が丸く開いてるのがわかりますけど。で鶴見川とですね、見えます。あ、そして富士山もよく見えますね。かなり富士山の真上に近いですけど、ギリギリ見えました。雪がすごいかぶっていて、てっぺんもこんなにへこんでるんですね。久々にまじまじと見た気がします。でかなり進みましたけど、ここは名古屋の小牧空港ですね。周りに住宅が立ち並んでいて、なかなかね、市街地の中にあるっていうのがよくわかりますね。さあ、ではもう景色が夕方になっていって、もう間もなく大分空港に到着です。このね、先日引いた旅くじで手に入れたポイントを使って大分空港無事に到着しました。飛行機は10分ぐらい遅れましたけど、大した遅れではないですね。で大分に着いて、明日の今の便の折り返しで帰るので、1泊2日約24時間の滞在を楽しむわけなんですけど、今回ね、この短い時間でどこに行こうかっていうと、大分市内に行こうと思うんですね。で大分まで行くにはちょうどそこに泊まっている、定刻16時50分発、今回は遅れのため17時10分発になっている大分行きの高速バス、これで行くのが一般的なんですけど、かなりね、遠いんですよね、この大分空港は。最寄りの駅、杵築駅にも遠いし、別府だとか大分県の中心地と言われるようなところにも遠いと。でただ、これで行くのではちょっとあまりにも一般的すぎるので、他の面白い行き方で行こうと思います。ちなみに今止まっているバスは大分行きが2台と、でさらに一般路線バスタイプの中津行きで、さらに臼杵佐伯行きという4台が止まっています。でこの大分行きの車両には結構人が乗ってますけど、この前の2台中津行きだとか佐伯行きは誰も乗ってないですね。いや、意外だな。まず佐伯行きが発車して、で大分行きの後ろに止まってた方がノンストップって書いてありますね。さあ、止まっていたバスも全て発車してしまって、で空もね、暗くなってきましたけど、で私がどうするかっていうと、レンタカーを使うんじゃなくて、この4路線バス、こちらですね。多分本当にピーチの旅くじで大分が出ないと乗ることがなかったんじゃないかなって感じなんですけど、臼杵佐伯行きは S で、この路線バス杵築国東方面、これがいや、路線バス時刻書いてない、まさかのこのね、佐伯行きは12345、6本あるようですけど、路線バス後ろに書いてあるのかと思ったら、こっちか、むしろバス停別じゃないか。路線バスで、乗るのがこちらですね。でこの大分空港の最寄り駅、杵築駅行きというのが1日1234567本あるけど、うち2本は途中の杵築バスターミナル止まりなので5本しかないのか。それのこの17時28分発にちょうどよく乗れるんですよね。ちなみにこの杵築駅行き、休日になると3本に減ってしまいます。ルートとしてはこの杵築までバスで行って、そこから JAL 線で行くっていうね、高速バスのような貴族の乗り物には乗らずに、一般的な交通手段で行ってみるとどうなるかっていう感じです。ては空港から40分ほど走り続けて、杵築の市街地も抜けて終点杵築駅に到着しました。この杵築駅っていうのは杵築の市街地から外れてるんですけど、このね日豊線もなるべく市街地に近づけようと頑張って曲がってるんですけど、それでもね離れているということで、かなり大分空港から距離があるという形になってます。でバスは折り返し、大分空港経由国東行きになるようです。でバスの運賃910円でなかなかしましたけど、ただ新型のエルガの車両で新しいですし、で IC カードも使えたのが意外でしたね。ではここから大分まで JR 九州日豊線に乗り換えていきましょう。あ、ちょうど特急ソニックが入ってきてる。杵築駅のホームはこういった形で、杵築城が有名ですから、それをかたどったようなホームになってますね。あのソニックに乗ればちょっと早いですけど、特急料金かかりますから、まあ、普通列車で行きましょう。3番乗り場に列車が到着します。危険ですから黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。3番乗り場にでは杵築を出て隣の駅大賀に停車中です。これで6分ほど止まるということで、ここは単線でしたっけ。意外と交換待ちなのか通過待ちなのかわからないですけど、長時間停車は複数箇所あるようです。でこの列車ものすごい空いてましたけど、杵築の隣の中山が始発なので大変空いているということで、この先大分にかけて混んでいくんじゃないでしょうか。では大分駅到着しました。時刻が19時10分なので、意外と杵築から50分ほどかかりましたね。なので大分空港17時28分に出たから1時間42分かかりました。意外と遠いですね。大分駅改札の外に出てみました。このクリスマスのイルミネーションもあって綺麗ですね。まあ、今回ね普通の路線バスと JR の普通列車乗り継ぎましたけど、高速バスと比較すると、高速バスは値段が1550円で、あとノンストップのに乗ると所要時間も53分で行くんですね。それに対して今回のコースは路線バスが910円、 JR が660円、合計1570円、高速バスより20円高いですね。で所要時間もね先ほど計算した通り約1時間ぐらい時間がかかりますんで、まあ、本当にねマイナーな移動手段を体験したい方向けですよね。でもね楽しかったです。とりあえず今日は景色も真っ暗で景色も見えないので、明日の朝ねいろいろ散策することにして、今日は宿にチェックインしましょう。さあでは本日宿泊の宿がこちら、東横イン大分駅前ですね。結構大型の店舗ですね。ではやってきました。最近ね安いのでいつものように使ってる東横インですね。でここでちょっとね夕飯をもう先ほど買ってきたので、あったかいうちにいただきましょう。で買ってきたのがこの鶏天弁当と、あとさらに追加で唐揚げですね。大分といえばね中津の唐揚げが有名ですけど、大分市なんかは鶏天が結構メジャーな料理らしいので、両方ね楽しめるようにしてみました。じゃあまずこの唐揚げを、どんな感じだろう。すごいサクサクジューシーで美味しいですね。で鶏天はこういったタレがついてるんで、これをかけてこちらもいただいてます。こちらもサクサクですね。ちょっと持ち歩いたんで熱々ではないんですけど、サクサク具合が維持されてるのがねほんとすごいですね。いやーであっという間に食べ終わってしまいました。やっぱり唐揚げは最高ですね。ごちそうさまでした。さあで夕飯も食べたことなんで、この東横インのねユニットバスに入ってもいいんですけど、せっかくね旅くじで来たんで、大分といえば温泉県大分ということなんで、別府とか湯布院が有名ですけど、この大分駅の近くにもね入浴施設があるようなんで、せっかくなんでそこ行ってみますか。さあでは大分駅に戻ってきましたけど、目指すはこちらですね。大分駅前のこのビルの20階かな、ここにシティスパ天空という入浴施設があるようなんで、ここに行ってみましょう。じゃあこの建物の壁に広告が出てますね。シティスパ天空エレベーター19階ということで、こういった景色が見えるようですね。いや楽しみだな。多分入浴施設だからねこの景色をね映像に収めることはできないと思いますけど、ここは入り口で、この19階のエレベーターホールのところから下の景色が見えるようになってましたね。じゃあ早速ね入浴行ってきましょう。さあ行ってきました、シティスパ天空。ちょうどここのあの辺りに露天風呂があった形ですね。19階が受付で20階に宇宙があって21階露天風呂という形なんですけど、いやー本当にね最高な風呂でしたね。まずここ露天風呂がここのちょうどこの正面の向きを向いていって、方角でいうと西側の方を向いてるんですね。なのでこう西側を見ると主にね、大分の街並みだとか、あと大分駅から出ていく西大分方面ですね、その列車が見えたりしました。でそしたらここの裏側の東側の景色とかってどっかで見えないのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、カフェバー天空っていう、ちょっとした軽食スポットみたいなのかな、そういう施設があって、カフェバーっていうぐらいだから値段高いのかなと思ったんですけど、そうでもなくて、ソフトドリンクだと300円台ですし、自分はソフトドリンクとアイスのセットで550円のものをいただきましたけど、そうするとそこからは駅の東側、日豊線の下り方面ですね、牧駅方面が見えて、そこは日豊線だけでなく豊肥線だとか九大線も通りますから、思ったよりね結構多くの列車が行き交うのを見ることができました。入浴代はね1600円でまあまあしましたけど、今回のね東横には 35% オフになっているので、そのオフ分を入浴代に使ったと思えばね、それはそれでいいでしょう。じゃあこのレインボーロードを通りながら宿に戻って、また明日ですね行きたいところがいくつかありますんで、またそちらに向かっていこうと思います。さあでは2日目です。現在の時刻は朝8時頃で、通勤ラッシュど真ん中、路線バスもたくさん発着してますね。でこれからまたね大分駅周辺ちょっと行きたいスポットを巡りつつ、空港に向かおうと思います。まずはね大分駅から列車に乗りましょう。では普通列車臼杵行き、こちらに乗車していきます。さあでは大分の隣の駅、牧駅で下車しました。で車両基地の中に駅があるようなところなんですけど、予想以上に車両基地が近いですね。しかもさりげなくこう見たら例の FO117 編成ですよね。ボックスシートになっていて、私が夜行列車として運行されたのを乗ったものです。で牧駅ということで、この車両基地を見るために牧駅に来たのかっていうと、そうではなくて行きたいところが一つあるんですよね。だいたい歩いて10分ぐらいかな、ちょっと進んでいきます。さあやってきました。この何の変哲もないジョイフルの店舗、牧駅から徒歩10分ぐらいのジョイフル萩原店という店なんですけど、これがなんと超大手ファミレスチェーンジョイフルの1号店なんですね。1979年にできたそうです。ただ入り口の前にねプレートが何年オープンみたいに貼ってあるんですけど、それはねこの店舗がリニューアルされた年月が書いてあるようですけど、とりあえず行ってみましょう。萩原店、こちらですね。平成10年7月18日とは書いてありますけど、もっと前からオープンしています。では食べてきましたジョイフル1号店でニラ豚定食。ニラ豚っていう名前ですけど、どちらかというとキャベツがすごいたくさん乗っていて、鉄板焼きのキャベツをタレにつけてねたくさん食べるのが好きな方とかにはねいいメニューじゃないでしょうか。大変美味しかったです。でジョイフル1号店があるなら本社も近くにあるのかなと思ったら、思ったより結構近くにあったんで、そちらもちょっと行っています。ちょっと歩いてきて奥にね工場の景色が見えますけど、ここの通りです。この萩原住吉町っていうものかな、このバス停から9時34分発、これか。1日1本しかない鶴崎行き、これで行くと本社の前まで行くようなんで、これに乗っていきます。では貝原橋西というバス停で下車しました。でね他の系統もここを通るのかなと思ったんですけど、まさかの真の1日1本ですね。そう途中のところまでは他の系統もありましたけど、結構早い段階で1日1本ゾーンに入って9時43分着、運賃は190円でした。乗客は私だけ。ジョイフル1号店から本社を結ぶ、まさにねこのバスはジョイフルライナーですよね。で一応帰り反対側は大分駅行き10時7分と14時19分、帰りは2本に増えてるんで、じゃこの10時7分に乗ればちょうどいいかな。本社見に行きましょう。では最寄りのバス停からもうすぐちょっと後ろに戻ったところに三ツ川という交差点がありますけど、ここにジョイフルと書かれた建物が見えますね。さらにジョイフルの店舗も併設されてますね。これがあの超巨大ファミレスチェーン株式会社ジョイフル本社ですね。こちらです。で店舗があって、そうここの中の敷地ね、本社の方向けの駐車場かと思ったら店舗の駐車場も兼ねているようで、普通に入れるようです。ここの本社側の門のところには株式会社ジョイフルというプレートがあります。ではジョイフル本社もね楽しみましたので、この1日2本のジョイフルライナーで大分駅に戻りましょう。さあ、では大分駅戻ってきました。じゃあ次はちょっと時間があるんで、この行ってみたかった大分駅のこの屋上の広場どうなってるんだろう、行ってみます。じゃあやってきました、この屋上。滑り台とかブランコとか、あとミニ SL みたいなのもあって、もう子供たちが遊べるような感じになってるんですね。五重塔のようなのを行ってみますか。夢叶うぶんぶん堂。ちゃんと階段で上に上がれますね。でてっぺんまで登ってきました。この大分駅のホームはこのアミプラザのビルでよく見えないですけど、こちら側バスターミナル側がよく見えます。向こうの奥に別府湾もなんとか見えますよね。でこのあとどうするかっていうと、そこのバス乗り場から出ているすごい乗りたい系統があったんですけど、それが超ロングラン系統国崎行きというバスで、これは昨日ね大分空港から乗り継ぎで木次経由大分まで来ましたけど、それよりねさらに長い距離を走るんですよね。木次市内大分空港のその先国崎まで行くっていうバスで、なんと2時間以上かけて60キロぐらいの距離を走るっていう、これ乗ってみたかったんですよね。この明るい時間帯にこのバスに乗っていけば、大分からね大分空港あたりの国東半島の景色をいろいろ見ながら楽しめるんじゃないでしょうか。一般の路線バスですけども、気分はねちょっとした観光バスですよね。ではやってきました2番乗り場ですね。国東行き12時ちょうどになります。国東行きは1日6本か、超ロングラン系統ですけど思ったよりありますね。ここで待ちましょう。では早速景色を見ていきますが、大分駅を出るとまずは大分の街中、大型の店舗だとか建物が目立ちますね。で大分市を抜けると簡単というちょっと変わった名前のバス停があります。でこの簡単を出るともう長い間バス停がない、ドライブゾーンみたいなところに入って快適な走行を楽しめます。で大分市から別府市の中心に入って、これが別府タワーですね。別府の駅前には入らないんですけど、代わりに別府タワーの前を通ることができます。ここは宇和島運輸のフェリー乗り場で、愛媛県の八幡浜まで行く船がこちらに停まっています。でここは亀川駅です。日豊線と道路が並走している区間も結構あるので、運が良ければ列車が真横を通るのが見れるはずです。で別府市も出て肘町に入ったところですけど、この海の向こう側に見える陸地が、これが別府とか大分のあたりですね。こう別府湾をぐるっと回り込んできた形になります。そして後ろを振り返ると肘町のカントリーサインがあるので、ここからはついに杵築市に入っています。で杵築城が奥に見えますね。やはり杵築といえばこれですよね。ちなみにこのバスは杵築駅は通らずに、杵築駅の南側の方から杵築市の中心部に向けて進んでいきます。でこちらが杵築バスターミナルですね。ここから杵築駅までの便はいくつか出てますので、駅方面はここに乗り換えです。さあでは杵築のバスターミナル付近を出て少し行くと、また家の少ないエリアになりましたね。この先が大分空港方面です。で後ろに杵築市のカントリーサインが見えるので、ついに最後の自治体国東市に入っていきます。ちょうどここの道が大分空港道路という高速道路と合流したところなので、また道がきれいになります。そして昨日降り立った大分空港の目の前、これでくるっと回って空港のターミナル前まで行くんですけど、そこもさらに越えて進んでいきます。では大分駅から乗り続けたバス、終点国東で下車しました。時刻はだいたい14時30分で2時間半ほどかかりましたね。でここはバスの営業所になってますね。いやーでも本当にすごい路線でしたね。大分市、別府市、肘町、杵築市、国東市と5つの自治体をまたがってね、多分ね本当なら5つぐらいの系統に分割しててもおかしくないところをこうつながって走るということで、本当にお客さんの入れ替わりとかもいろいろあって、この地域の様子を見ることができて大変面白かったです。で運賃が1550円だったんですけど、これは高速バスで大分空港まで行くのと同じ値段で、運賃がね1550円に結構杵築市内の手前の方で到達したんですけど、それ以上は上がらなくなっていって、なので整理券が59番まであったんですけど、そのうち23までがもう1550円ということで、いやこの1550円上限システムもねありがたいですね。まあ、ここの国東バスターミナルの敷地がもともと大分交通国東線の鉄道があった敷地が活用されているらしいですけど、もう廃止になったのが50年以上前なので面影はもうよくわからないですね。こういった形のところです。いやでもバス停から歩いて 1,2 分で海沿いに来れたんで来てみましたけど、全然人がいなくて静かですね。こう見渡すと船の姿が結構見えるんですけど、まあ、ここは四国と九州の間の豊後水道ですから、私も東京九州フェリーでこの辺りを通ったように船のね貴重な通行ルートとなってますね。ここを通る船をね何の船か考えながら見るっていうのもねなかなか楽しみ方としていいんじゃないでしょうか。いやこの静かに押し寄せる波を見ながらずっと考え事でもしてたくなりますね。海の景色もね十分楽しみましたので、折り返しのバスで大分空港に行って、そこで空港で終わりにしますかね。帰りの飛行機はもう景色真っ暗でしょうから。では無事に大分空港到着しました。でこれで最後にねちゃんとチケットを発券できるか確認して、それで終わりにします。ちょうど JAL の飛行機が来ましたね。ここは大分空港の展望デッキです。そしてこちらですね、無事にピーチの旅くじのポイントを使って成田行きのチケット17時25分発発見できました。では改めてピーチの旅くじを引いて出た大分を旅してきましたけど、いやなんだかんだ楽しかったですね。普段ね旅ってどこどこに行きたいっていうのがあって、それで交通機関を利用を組み立てると思うんですけど、もうね最初にこのピーチで大分空港に行けっていうのが最初に決まっていて、そこからじゃあせっかく行くならどこどこ行こうかみたいな組み立てていくんで、やっぱりこうねもともと行く予定じゃなかったからこそ行くような場所、そういったものにねたくさん行けたんじゃないかなと思います。旅くじならではの旅っていうのね本当身に染みて体験できたのかなと思います。ぜひね多分旅くじ引いたけどまだ使ってない人とか結構いらっしゃると思うんで、まあ、うまいことセール運賃でね取って使ってみてください。あと旅くじね今なら渋谷心斎橋あと名古屋今は大変空いてると思うんで、まあねちょっとやってみたくなったらそこで引いてみて実際に使ってみてください。じゃあこんな感じでこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。